いや、VCJ、熱いですね。3試合終わってみてさ、なんかゴン再評価路線来てない今。やるやんになってない今。ゴンやるやんになってない。で、ここで調子乗ったらよくないです。俺はもう一生チームプレイするから。なんかバロラントって、レーティングっていう大会のやつあるらしくて。俺もあんま詳しくないんだけど、見てみよっか、みんなで。え？え、2位？ゴン。え？え？ゴン2位？え？これ高かったらなんか、すごいん。俺はもう、あんま気にしてないけど。これ高かったらすごいん。これ。つか、翔太普通に高えな。翔太の ACS めっちゃぶっちぎりじゃない？翔太 ACS ちょっとぶっちぎりか。KD は？あ、KD 俺2位なんだ。一緒翔太ゴンクルズで並んでんな。熱っ。カストは？あれカストランキングあれ？え？知ってる人いる？え？これなんかこれ一番高かったら一番強いらしいよ。カストって。まあこんなもんか。つかさ、まあありがたいことに、VCJなんか、あの、ストリーマー、まあ、愛のあるいじりしてくれるんだけどさ。あの、本当になんか、一部本気のやついるんだよね。あの、引用リツイートとか見ると、ほんまになんか、すごいな。スケットでなんか参戦してないのよって思って、俺別に。フェンネルを助けに来たストリーマーじゃないのよ、別に。あの、在籍してる？普通に。いや、次戦国らしいね。フェンネル。楽しみにしてるわ。ちょっとなんか、ジンボンゲがめっちゃ、調子良さそうだよね、最近。まあ、いつも通りやれば、安全にやりたいね。ということで、VCJ3 連勝のチームが、ランクもね、まあ、荒らしていこうかなと思います。なにこれ？え？あれ？ VCJ3 連勝？え？あの、アセンダント2で5連敗。ちょっと見とくか。アセンダント2で5連敗。あれ？ゴンのキャリアは。綺麗な赤。怒りのレイナであんま強くない。フェニもね、DK です。あれ？レーティングトップ3？ え？VCJ？ え？俺ら3人ともアセンダント？怖っ。はい。メカニクスが崩れます。ランクやっていると。証明だね。うん、証明した、俺たちが。証明した。うん、よかった。ああ、マジ。証明できて。とね、みんなね、気づいた方がいい。ゴンがどれだけチームプレイをしてるか。うなずいてるわ、クルーズも。みんなさ、ランク見てさ、おい、こいつ強っ！最強やん！違います。俺が、なぜ、ランクをやりすぎるとメカニズムが壊れるか。まあなんか、ジョンタから、ジョンタっていうコーチがいるんで、まあ結構リスペクトしてるんだけど、俺が。言ってたのはメカニズムが壊れますよ。なんか甘えたピークしちゃう、エコラウンドとかでキル稼ぎに行っちゃうみたいな。俺もねやっててすごい思うんだけど、俺めっちゃスクリームやった後にランクやって、味方のためにジャンプでピークして出てあげたの 1v2 とかで。そしたら味方トレード取らないでベイトしてんのよ。そういうの見て、ああランクやる意味ないねと思った。俺はその 1v2 をどれだけ確実に取るかっていうのめちゃくちゃ大事だからさ。つまりランクずっとやってるやつはベイターしかいないってこと？いや、そんなこともないよ。別に。ランクやっててめっちゃ強いやつもいるよ。もちろんだけど、それは。でも、良くない習慣がついちゃう場合もあるよねっていう。まあ人それぞれで、結局。結局人それぞれです。危なかった。これ切り抜かれるとこだったね、俺。ゴン、ランクやってるやつはバカだよ。赤文字に黄色文字で。やられるところだった、サムネに。でもこれ人それぞれ。結局は。視界を伏せ。タイミングでプロール。まずは一人。ゴンさんワンウェイミスってます。ゴンさんワンウェイミスってます。ゴンさんワンウェイミスってます。最後の一人だ。ゴンさん VCJ じゃなくてよかった。あぶねえランクです。パンパカパン。あ、ごめんなさい。あの、俺のワンウェイが下に。あ、まずくない？なあ、ピストルとスタート取られたら負けるんだが、このゲーム。フェンネル3人いて負けるはずがない。VCJ3 連勝のチームが負けるわけがない。できそう。先輩やった。ビハった。おお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 お。俺ら強いぞ。あ、ベイン。あ、ついるかも、ついるかも。ポケット入った。うん、そうだ、うまい。アルティメットいけるぜ。
大丈夫、大丈夫。レッツゴー！いや、俺と翔太がちょっとシェリフ強すぎたな。フェンネルはデリと X ディルがキャリーしてるだけ。カッチーン、カッチーン。ああ、じゃあ見せてあげようか、今から。遊びたいのか、相手になろう。B でキャリアダウン。待って、すぐに光を奪う。 B、 使いこっち。敵残り1名。ラスビロビ A、 オペ。しかも嘘。うますぎ、うますぎな。あれが VCG 方面か。え、見てた今。クソ上手かったけど。あれ、TP 厚すぎない？うん。そうです。びっくりした。はい、うますぎ。俺は3連勝しますわ。VCG で。外したー。ありがとう。みんなどうもありがとう。でもフェンネル残ってんな。え、みんな聞いて、あの、フェンネル残ってる。最後の一人だ。ゲージ起動。マジ。フェンネル勝てねえってランク。おい、勝てねえじゃねえかよ。ざけんな。X ディルとデリアリーに一生キャリーされてるチームやん、これ。助けて。あれ。終わった。終わった。終わり負け。残り1名。惜しい。ナイストラップだろ今の。いや、ナイストラップだけど。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうね。スポンサーがいるので使ったことはないと思うんですけど、 PM1 どう思いますか？想像で構わないので教えてください。あの、これ想像なんだけど、あの右側があんまり好きじゃなかった形の。これ想像なんだけど、嘘の話なんだけど、これ、まあ、想像レビューはこれぐらいにしとくか。あの、今コメント欄に出てるマウスの名前あるじゃん。まあ、言わないけど、あの、ほぼ全部持ってます。最近のマウス。いるいるいる、リンクリンク。見てる。先出ちゃうよ。キルが欲しいから。キル欲しいから、先出ちゃうよ。なんで出なかった、偉って思いながら見てたのに。大丈夫だよ。メカニズム崩れてるよ。なんか言われてんの。想像で構わないんですけど、最近出たマウスで一番気になってるマウスってどれですか？ ZA 形状のマウスが出るんですよ。無線の。あれの初回のロットのやつ買いました。おい、なんだ。フェンネル2人いるから俺雑談してるだけで買ってくれてるわ。ラッキー。ちょっと一回集中しようか、エイムに。集中した結果がこちら。負け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 。残り。おお、なるほど。お前140。残り。死んでる。今です。圧力すぎる。マッチポイント。運ゲー。バロラントは運ゲーだから適当にピークしたら勝てます。危な。この3パランクでギリギリで笑った。12対11。ギリギリで笑った。グルネード。お前も CT。見た。CT と見た。お前62勝った。CT。負けたレーズ。最後の一人だ。やり。残り1名。あ、止まる。強い。アタッカーの勝利。ナイス。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございました。このようにね、楽しくやってるだけで勝てます。それの3パで初めて勝ったわ。いや、レディアント多い。やったー。レディアント多いのよ。やったー。イモタルだー。は？やったー。あ、裏切るんな。VCJ 出場権利獲得。やったー。芋3から？じゃあ出れない。
まだ出れない、まだ出れないよということでね、メカニズムを戻すべく4日間かけてスクリームをやります。そして、金曜日、戦国ゲーミング、やるのでぜひ見てください。全勝でいきます。頑張って VCJ。おつ